日本誇る哨戒機 P1 ですが、対戦能力だけではなく、その多くの秀でた性能を併せ持っています。今回、ドイツが日本の P1 哨戒機ではなく、P8 哨戒機に決定。なぜ日本を選ばなかったのか、詳しく見ていきます。ドイツにも、お国柄の事情があったのでしょうね。2021年6月30日、ドイツは、現在運用中であるアメリカのロッキード・マーチン社製の P3C オライオン哨戒機が、2025年前後から退役する予定であるため、新たにアメリカ・ボーイング社製の P8A ポセイドン哨戒機の導入に踏み切った。昨年2020年の9月頃までは、このドイツの P3C オライオン哨戒機の代替機として、日本も現在海上自衛隊で調達を進めている川崎重工業製の P1 哨戒機の輸出を提案していた時期もあったが、結果本命に落ち着いたと言えるだろう。実は、ドイツは、フランスとの共同開発で新型哨戒機を調達する目標を定めており、この機体が、2035年前後の収益と見込まれているため、今回の P8A ポセイドン哨戒機の購入は、その期間を埋める、あくまで臨時的な措置とも言われる。もともと、日本は、このドイツとフランスとの新型哨戒機の共同開発プロジェクトに対して P1 哨戒機で培った技術共有を行う方向で参画を模索していたが、 P3C オライオン哨戒機の延命費用の高騰でいずれにせよ行き場をなくした形だ。さらにドイツが運用している P3C 哨戒機はオランダ海軍が調達していた中古機を譲渡されたもので、総数でも8機であり、今回の P8A ポセイドン哨戒機の採用も、わずか2機のみと、陸軍国であるドイツの必要数は、決して多くは少ない。これまでも、防衛装備品の輸出規制の緩和によって、海外輸出の可能性が、たびたび報じられてきた P1 哨戒機ではあるが、イギリスやニュージーランドに続き、今回のドイツでも P8A ポセイドン哨戒機との競合に勝てなかったと言える。反対に P8A ポセイドン哨戒機は、本国のアメリカはもちろん、オーストラリア、イギリス、ニュージーランド、インド、ノルウェー、韓国、そして、ドイツと、これで、世界8カ国に採用が決まり、P3C オライオン哨戒機の代替需要を取り込んでいる。そもそも P3C オライオン哨戒機は、1962年の運用開始以後、これまで、世界20カ国以上で、延べ750機以上が生産され、この中には、日本の川崎重工業によるライセンス生産分の107機も含まれるが、ほぼ西側諸国の標準哨戒哨戒機といえる機体だった。これに比べれば、P8A ポセイドン哨戒機は、本国アメリカで、2014年時点で109機の調達、同様に、オーストラリア8機、イギリス9機、ニュージーランド4機、インド24機、ノルウェー5機、韓国6機、そしてドイツの5機と、およそ、現状は170機ほどの生産数である。日本は、川崎重工業製の P1 哨戒機を、2013年から P3C 哨戒機の代替機として配備を開始しており、P3C 哨戒機が107機生産され、同時配備数が最大で80機ほどであったことに対して、70機ほどの調達で同様の任務を代替する予定とされる。こうした単純な機体数で比較してみると、日本の P1 哨戒機の調達予定数の70機というのは、アメリカの P8A ポセイドン哨戒機の109機に次ぐもので、同じ島国の海軍国とはいえ、イギリス等の少なさが際立っているように思える。個人的には、この違いは、第一次、および第二次、世界大戦時々の一時期に、ドイツの U ボートによる海上封鎖機の危機にさらされたとはいえ、水上戦闘艦や航空機の自力では、
常にそれらを上回る戦力を有していたか否かの違いとも感じられる。日本は逆に太平洋戦争において次第に圧倒的に優位なアメリカをはじめとする連合国軍の海上封鎖によって次戦能力を奪われ、燃料はもとより鉄やゴムなどの戦略物資の欠乏で決定的な敗北に追い込まれた苦い経験が拭いきれない。また太平洋戦争の敗戦後にはアメリカと旧ソ連の冷戦構造の中で旧ソ連の戦略型潜水艦の探知がアメリカから最も求められる課題となり、攻撃型潜水艦の配備と並行して対潜哨戒任務に従事する航空機を重視してきたと言えるだろう。近年は最大の仮想敵国は旧ソ連、ロシアから中国へと変貌はしているが、海上封鎖を防ぐことが防衛上の基本戦略の柱であることは変わっておらず、またカバーする範囲も日本近海から南シナ海方面まで拡張している状況にある。こうした状況下で日本は対潜哨戒任務に重点を置いており、今年2021年も3月に鹿児島の種子島沖、そして6月には紀伊半島の沖合の空海域においてアメリカ海軍との合同軍事演習を実施し、 B1 哨戒機等を参加させている。アメリカ海軍はこうした日本との対潜哨戒を中心とした合同軍事演習に P8A ポセイドン哨戒機を参加させており、諸外国への輸出に関しては強硬ともいえる同機と P1 哨戒機との連携の強化が随時図られていると言えるだろう。ただし日本の P1 哨戒機とアメリカの P8A ポセイドン哨戒機には大きく異なる点があり、これは双方の哨戒機が敵潜水艦を探知する手法と運用形態の違いから生じたものだと解釈されている相違点である。具体的には日本の P1 哨戒機には以前の P3C オライオン哨戒機と同様に敵潜水艦の磁気を検出探知する MAD の搭載が継続されており、機体後部に積んだこのシステムによりこれまでと同じく敵潜水艦の早期探知を目指している。引き換えアメリカの P8A ポセイドン哨戒機は MAD を搭載しておらず、海中に投下し敵潜水艦を音波で探知するその部位の能力の向上によってこれまでと同等以上の探知能力を発揮することが可能だと判断しているようだ。ただし P8A ポセイドン哨戒機に後付けで MAD を搭載することは可能であり、現状アメリカに次ぐ2番目となる24機を調達しているインド海軍向けの機体には装備されているといい、運用国の希望に応じた仕様にも対応している。さらにアメリカとオーストラリアの海軍の P8A ポセイドン哨戒機ではノースロップ・グラマン社製の海軍仕様の無人航空機 MQ-4C トライトンとの並行運用が実施され、先行させた MQ-4C トライトンに一時探知を担わせている。ここで探知された目標に対して第2段階として満を持して P8A ポセイドン哨戒機が対応するという運用が実現されており、先進的な仕組みではあるものの MQ-4C トライトン単体のコストも高額であるため、費用対効果を鑑みる必要はあるだろう。海上自衛隊では2021年8月下旬から11月下旬のおよそ3ヶ月間にわたって B1 哨戒機や護衛艦、加賀、村雨、白縫い、そして艦名は伏せられている潜水艦をインド太平洋地域に派遣して周辺各国との合同軍事演習を行うという。長期間に及ぶ派遣であるため、フィリピンやベトナム、インドネシアといった東南アジアの国々や、オーストラリア、そしてインドやスリランカ等にも寄港するとみられており、複数回の軍事演習に参加する予定とされている。これに参加する水上戦闘艦艇の筆頭には、
今後、航空母艦化改修を控えている、かが、が挙げられているが、次艦のソーナーや、艦載機のヘリなどで充実した、対潜哨戒能力を持つ艦艇だけに、航空母艦化の余波が、個人的には、少し懸念材料に思える。